そろそろうぜんだが。はい。お前のそのバカ丁寧な喋り方だ。なんで同期にまで敬語なんだよ。これはですね、待て、当ててやろう。お前、故郷の言葉が恥ずかしいんだろう。図星か？意外と気にするんだな、お前。バカのくせに。狩猟以外のこと何にも知らなくて、世間や人が怖いんだな。兵士を目指したのだって大した理由じゃないはずだ。もう片親にでも。ちょっとユミル、いいっすか？サシャ、お前はずっと人の目を気にして、作った自分で生きてくつもりかよ。そんなのくだらないね。いいじゃねえか。お前はお前で、お前の言葉で話せよ。ありがとう、ございます。ごめんなさい、まだちょっと。やめなよ。人に言われて話し方変える必要ないよ。これがサシャが決めたサシャなんだから、今だってありのままの言葉でしょ。私はそれが好きだよ。ふん、物は言いようだな。まあ今さら口調を変えられたところで鬱陶しいことには変わらないか。あのね、誰しもがユミルみたいに無神経じゃないの。なんだと？このおい、お前何笑ってんだ。はい、すいません。